9月に入りまして、柳に風初のオフ会を開きたいと思っております。皆さん、ぜひ会いに来てください。内容は概要欄に貼っておきます。See you! の柳に風俺は、ね、先輩名刺がかぶってんね、白赤く白って一緒だろ、こうやってる格好はもう違った格好はさ、あの星野さんはちょっとこうやってる目が一緒で、ああ息移しやと思いながらもう明治の一回、その明治の話で一回だけめちゃくちゃ笑ったのが、あのグランドが若い時のグランドがなんか近くにちっちゃな空港があったっつって、あのセスナ機みたいなのがこう飛んでんだよ。ちっちゃい飛行場っつっても調布の飛行場ってって今、まあ、昔でかくてさ、今あの味の素スタジアムの競技場だった、まあ、昔はでかかったんだけどさ、あれがぐる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 回ってるとさ、上級生がさ、もうなんか、まあ、ないろんな気分があるじゃない、ちびっきり言われるけど、打ち落とせって言うとさ、トンパラパラ打ち落とせるわけないじゃないか、打ち落とせませんでしたって言ったら、バーンそんな大学で野球部もうその話が一番覚えてて、すごい学校行ってたんだから、もう野球部でさ、19歳になってトンボ持って冬、俺らの頃はさ、東京でも、まあ、膝ぐらいあの積もるとか、もうそうすると寒中水泳、もう全員裸で泳げって泳げって、飛び込めって泳げってで、どこに飛び込むんですか、雪のこのぐらい積もったところをこうやってで、お前はクロールして倒してこうやって言うたらさ、こうやってされてさで、そのもうこうなるとさ、風呂行けってなってさ、もうでっかいお風呂行ってバキャーってさ、あーずっと全身もってまたダーンって出されたりさ、ひどい野球部だよ。今ならもうさ、文部科学省が出てきちゃうやん。100% 敗部ですね。敗部。それだけじゃないよ、明治の厳しさは。それだけじゃないよ、もう。噂に。何してんのと思うぐらい。広沢さんの3つ上に平戸さんかなんかがいるんですよ。3つ、一応。もう誰がどう見てもボールがないのをチェックしてるのに、平田さんが来た後ボールが1個あったでしょ、マウンドの上かなんかに。それは平田さんじゃないんだけどさ、あれ監督が、うちの監督ってなんか物ない時に、僕ら、あの下級生はボール周りあるんだけど、僕らするとポンと落として、ボールが落ちてるっつって、なんつって、マッチポンプンって、それは監督がする。そういうことで、平田さんは、その、まあ、当時だからさ、あの集合があって、集合っていうのはあの上級生がさ、はい、まあ一人より下級生をこうぶん殴る、はい、で、今日はすごくうまく終わって、今日はない日だってみんな思うね、今日は何もなかったと、今日は久しぶりに何もなしに、嵐もなしに終われるっていう時にひょこひょこってきて、で、まあこれやるのは大体新人監督なんだけど、はい、新人監督に一番も言ってくるんで、これでいいのか、これで明治の伝統守れるのか、いいのかって言って、お前、ダメだよって、新人監督さっきまで誤解になったのにさ、どんどん言われて、どんどん腹立ってて、もうそこからまたバーンって言われてさ、平沢は自分でやんないけども、誰かにやらせて、で、ガーってやってるとさ、おい、やりすぎじゃないのかとか言って、お前が言ったんだよそういうタイプだった。平田さんはでもなんか空気変えますよね。空気変えるよ。悪い、あの空気を変える悪い人だった。だから平田さんがその下級生集合の時に、平田さんが向こうから会いに来ると、まあこれでまたなんかあるなって。面白いな平田さん。俺あの入った寮に入った時に平田さんの部屋まで朝起きて。必ずあの平田さんは長崎出身なので、はい、朝ヤクルトを2本持っていくって書かれてたの。まあ、ヤクルトの会長は五島列島ですからね。うん、そうそうそう、もう必ず持っていくっていう。でも1日だけさ、寝坊したわけじゃないんだけど、忘れちゃったことがあって、もういろんなこと書き寄せよ、朝からやる。で、1回だけやら持っていかなかったことをさ、この好きな上級生に呼べて、もうボーグボーグになって、俺ヤクルトでこんなこと、もうヤクルト大嫌いと思って。
じゃ卒業するときはヤクルトにどんなちょっと入るヤクルトに入るんだよ何の因果か因果かねいやでも面白い人だった平瀬さんは監督最強列伝って言ったらやっぱり、うん、ヒロさん何人やってます土橋さんでもそんな少ないよ土橋さん、関根さんなあ野村さん長嶋さん星野5人しかないそうそうたるすごいメディアまあその前に島岡吉郎です温帯温帯温帯って本当に温帯って呼ばれてたんですよずっとだから監督って呼ばない温帯ってもう全選手から温帯って呼ばれてますからで昔からの政界と つながってる人なんでボンとかがボンクレにそのすんごい贈り物がいっぱいお中元お歳暮が皇室に贈られてるような果物も来んのなんか木箱に入ったようなもう霧の箱に入った一回さ大学1年生か2年生の時に霧の箱に入ったさスイカが来たスイカスイカが木の箱に入ってるんですか入ってくるんだよ皇室持ってくださいでどこのか分からないんだけどマネージャーがさあこだからさ冷やねスイカ持ってこいよって言われて冷やしたスイカを切るわけじゃんでこうくし切りにしてさあと横ポン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 って持ってったらもう怒っちゃってさこのバカ野郎ってだから貧乏人が大嫌いなんだスイカはね半分に来てねそこと行くんだよって言われてさもう笑いよおいえぇーっつってそのクレにこんなの木箱に入ってきたさメロンがすごいメロンが来たのでそのスイカ事件のマネージャーはその時点で首で飛ばされちゃって飛ばされちゃってんのでそのメロンも、おい、ね、メロン持ってこようって言われましたが、それ見てたから、ああ、いかんと思ってさ、メロンを半分にして、その持ってったら、だから貧乏にやっていけないって、メロンってね、こうやって口切りにするんだって、それでボーンぶん殴られて、大変だろ、でも メロンと性格、こだわりがあるんですよね、こだわりがあるんだ。すごい強烈な監督ですね。この中での強烈監督はやっぱり星野さんですか。強烈さがちょっと違いますよね。野村さんは野村さんで、まあ、強烈だったし、ね、強烈やし、うん、違いでね。長嶋さんは長嶋さんで、でまあ、土橋さんもみんなそうじゃないの。島は誰だろう。そうですね。俺は田淵さん、根本さん、王さん。王さんともやったんだ。やりました。1年でトレード出されましたけど、王さんに。そういやあの時はもう自分が悪くて、うん、シーズン中に交通事故を起こして顔面骨折して1ヶ月入院してたんですよ。え交通事故ど自分もらい事故じゃなくて自爆です。自爆か。で自爆 で復帰してもでもう1ヶ月ぐらいしか投げれなかったですね。うーんでも即トレードになってこのクソだと思うじゃないですか。あの監督だきゃとか思ってたんですけど第1回の WBC 大会の時に、うん、王さん監督だったじゃないですか、うん、であの時2006年が第1回大会だったんですよね、うん、で俺2005年で最多勝を取って、うん、表彰式行った時に王さんパッて来て来年 WBC やるから来てくれって言われたんですよ。へえ、うんうん、断ったんですけどね。なんでシーズンもあるしこれで調子悪くなったらどうにもならんしと思って、うん、でも、うん、自分をトレードに出した選手を日本代表でまた呼ぶって、うん、ああ俺王さんって今かわいい器でかいなとそんなことももうなしにして呼んでくれるんやと思って、うん、だから終わって WBC 終わってオープン戦でソフトバンクと試合するときに、うん、王さん来たんですよ、うんお前残念に来れんかったけど世界一になれたわってわざわざ来て言ってくれてもらって戻ってああ、うん、人間のサイズが俺とは全然違うわと思って、まあ、王さんのね人格の良さってのはよく聞くもんね。うん、雰囲気すごいなと思って人間性人間としての小ささに痛感させられた時でしたね、うん、俺も同じようなことあった。朝何時頃だろう、また何
感じだったら、まあ、早い時間に松井番号007の電話来たんです。朝早いんだよ。早いでしょ、007の電話。あっと思ってさ、もう眠い、あーっと思って、もしもしって言ったらさ、ちょうど、お前ら、なんか、星野さんが、いや、あの、楽天の監督辞めた1年目か2年目、はい、お前ら、慣れてんだって言われたら、あの、日々生きてますって言ったら、バカ野郎って怒られたんですよ。お前、楽天のバッティングコーチやって言われて、あらって言って、あらなって、コシャンって蹴られたんだけどさ、でもすぐに、パッって、いろいろ考えてるもんだなって、はい、あの、すいません、監督、僕ね、ちょっと言われるんで、今回は、遠慮させていただきますって言ったら、あれ、なんだかなんだかって言われて、バタンって切られたんだけども、また5分後に0077の電話って、お前な、今度俺と会ってもな、挨拶しなくていいって言われて、挨拶しなくていいって言われて、それでもさ、やっぱり行かなくちゃいけないじゃん、もう。だってもうすんごい勢い出るんだもん、だからもう、縁を切るみたいな、挨拶しなくていい。ファミリーってさ、もうそろそろ行ったらさ、お元気かって言われて、あの春のキャンプ終わってからね、はいはい、じゃあもうすぐに水流してくれるんですよね。水流してくれた。